FM 愛媛ライブキッズボックスをお聴きの皆さん、どうもスーパービバーでーす。スーパービバーです。まずは1曲聴いていただきたいと思います。スーパービバーでハイライト。というわけで改めましてスーパービバーです。よろしくお願いします。お願いします。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの江杉です。ドラムの藤原です。よろしくお願いします。ということでこちらですね、はい、ドモが番組内での、はいはい、名物挨拶になっておりまして、はいはい、なるだけ甲高い声でドモと言ってくれると、なるほど、盛り上がりますと書いてあるので、はい、盛り上がるんですね。私柳沢さん、上杉さん、藤原さんの順番でやっていきましょう。ドモ、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 ドモ。本当に盛り上がるんだろうなこれは。本当かね。不可であれば普通にご挨拶してくださいって。不可の場合もあるってことね。なるほど ね。我々がね、はい、バカ売れした暁には不可にしましょう、はい、ね、どんな状況でもやらせていただきます、はい、よろしくお願いします、はいはい、というわけで我々スーパーガーでございますけども、はい、なんと本日ですね、新しいシングル突破口自慢になりたいの両 A 面シングルをリリースしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで柳沢さん、はい、どんな曲になりましたかね。まあ、両 A 面シングルということで、まあ、2曲ともに、まあ、すごくスーパービーバーの今を表した楽曲になったかなと思っております、はい。まあ、突破口はテレビアニメ「ハイキュー・トゥ・ザ・トップ」のオープニングテーマにもなっていて、うん、かなりこうアグレッシブな、うん、まあ、本当にライブを想起するような、ね、はい、1曲になっております、うん。で自慢になりたいはこうミドルバラードな1曲なんですが、うん、まあ、我々今年結成15周年で、まあ、16年目のバンドなんですが、はい、本当すごくいろんな人の顔が思い浮かぶような、はい、1曲になっているので、はい、あのこうじっくり歌詞であったりとか、うん、音の一つ一つまで聞き込んでいただけたら嬉しいなと思っております。はい、我々スーパーエヴァは今年で結成15周年ですね、うん、はい、16年目に突入したバンドでございますけども、まだまだ知らないよっていう方たくさんいらっしゃると思いますので、はい、次の曲を聴いていただいてですね、スーパーエヴァはこんなバンドなんだよってことを分かっていただけたら嬉しいなと思っております、はい。それでは1曲聴いていただきたいと思います。スーパーエヴァで自慢になりたい。はい、ということでですね、はい、番組パーソナリティの旧館長さんから質問が来ております。今回のシングル突破口自慢になりたいですが、タイトルが前回に引き続き、2曲表記、両 A 面の2曲表記になっております。これまでもそういったシングルがいくつかありますが、これはどういった意図でそうされているのでしょうかという質問が来ておりますが、まあこれはあれですね、なるだけ1枚のシングルでも、アルバムではなくてシングルでも、我々スーパーエヴァーの多面性というかね、まあ、表現の方法ってあるじゃないですか。青い炎なのか赤い炎、そういう感じっていうのをこの1枚で分かっていただけたらすごく嬉しいなということで、今回はですねメジャー再契約をしたんですけども、はい、1枚目のシングルも、2枚目のシングルも、1枚聴いていただけると、そしてこの2枚買っていただいて、4曲聴いていただけるとなおのこと分かるようなことをやろうぜというところで、こんな風にしてみましたよということで、はいはい、もう一問来てます、はい、6月のシングルに続いてのシングルになりますが、新曲リリースしてもライブが披露できないという、これまでにないジレンマというかストレスを感じられてるのではないでしょうか、うん、そのモヤモヤの解消法が何かあったりしますか、うん、ということでございますけど、はい、まあ、上杉さんなんか、いやでもストレスの解消、モヤモヤの解消法か、もうなんか無理やりでも違うことするしかないじゃないですか、ね、もう違うことする強引な方法で、強引な方法ですね、モヤモヤを解消しよう、うん、柳沢さんちなみに、そうっすね、まあこのでも新曲を披露できないというモヤモヤは正直消せないからね、まあだからモヤモヤしたまんまですけれども、まあ、例えばそのミュージックビデオがあったりだとか、うん、あとはこうやっぱ聞いたよっていう声が届いたりすることが、まあ唯一救いというかね、うん、すごく嬉しいなっていう気持ちにはなったりしますけどね。そうですね、藤原さんにも聞きたいところなんですが、はい、この後のブロックでですね、はい、一言っていうのがあるんで、なるほど、最後に一言ってとっておきの時間があるんで、怖い怖い、その時に藤原さんにやりたいと思います。怖い、はい、ということで、一曲聴いていただきたいと思います。スーパービーバーで一人で生きていたならば。はい、というわけで本日のライブキッズボックスはスーパービーバーが4人でお送りしてまいりましたが、はい、改めて本日ですね、新しいシングル突破口自慢になりたいの、両 A 面シングルをリリースしました。ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思っております、うん、はい、ということで来ました、藤原さん、はい、作品の PR、 今後の予定、愛媛のリスナーに何か一言ということでございますけども、はい、作品の PR とですね今後の予定はもう大丈夫です、はい、私が喋りました、そしてホームページにも載っております、はい、ということで、はい、愛媛のリスナーに何か一言、はい、とっておきの一言ですね、とっておきのね、とっておきの一言、うん、どうも違くて、とっておきの一言ですね多分これ盛り上がらないので、え、冒頭でも盛り上がった、盛り上がるって言っちゃうの、冒頭でも盛り上がったの、はい、冒頭でしか盛り上がらないって意味なの、これは、そうか、最後にどうダメなの、どうもじゃないでしょ、最後に一言お願いします、どうも、はい、こ
心が強い男でございますということで最後に1曲聴いていただきたいと思います。スーパービーバーで突破口。以上スーパービーバーでした。バイバイ。バイバイ。